町田警部から1939年1月10日は、日本陸軍の軍人、陸士級級機、陸大級機。英典は、小蔵位、君位等校3級。最終階級は、陸軍大将。救名、宮崎愛二郎。古参の上原閥の一人であり、宇都宮太郎の同志であった。薩摩国医住院で、薩摩藩士、伊尻駐在門の次男として生まれ、 領事町並一の養子師となる。司法商法学校を経て、1887年7月、陸軍主管学校を卒業し、陸軍省委任官。1893年11月、陸軍大学校を卒業した。日清戦争に出征し、1895年3月、不評第10旅団副官となる。参謀本部第一部員、ウラジオストク駐在。 ロシアサケなどを歴任。日露戦争では、第四軍参謀として出征した。フランス大使館付、参謀本部課長、不評第四十八連隊長、第十五師団参謀長などを経て、1912年3月、陸軍少将に進級し、不評第三十旅団長、品ナ公使館付部官、参謀本部、第二部長を歴任。1916年8月、 陸軍中将となり、第十一師団長、第四師団長、佐賀連州派遣軍司令官を歴任。1922年5月、陸軍大将となり、軍事参議官を務め、1925年5月に予備役に編入され、1935年4月に退役した。ありがとうございます。